親父、すみません。それで、そいつはほんまにあいつやったんか。へえ、間違いありまへん。そうか、キリュウ、帰ってきよったか。なあ、キリュウは相変わらずごっついやつやったんか。ええ、それはもう。そうかそうか、ご苦労やったの。ちょっと手出してみや。ご機嫌やさかいな。指二本で許したるわ。いいですか、兄貴。これが東城会本部の見取り図です。この本部施設の中に風間のおやつさんが。建物の裏口は比較的手薄です。下手に塀を越えたりすればかえって怪しまれますから、正面から弔問客に紛れ込んでいきましょう。正門から入ったら突き当たりまでまっすぐ、そこを右に入った先が裏口です。俺はそこで兄貴を待ちます。叩き出せ。ここから先は、もうしょうがなければ立ち入り禁止だ。ここから先は、もう…本日はお忙しいところ、誠にありがとうございます。こちらにお名前をご記入ください。名前を書くのか。これでいいのか。
はい、ありがとうございます。すいませんが、どちらの組の方でしょうか。昔、堂島組にいた。そうなんですか。堂島の親父も10年前に桐生っていう男に殺されちまいましたからね。で、今度は世良会長も死んでしまうなんて。私は誰かが裏で糸引いてるんじゃないかって思ってるんですけどね。まもなく告別式が始まるので会場内でお待ちください。後で絶対に始末書を書かされるな。あ、いや、葬儀のバイトでここに来てるんですが、喪章をどっかに落としてしまって、あれがないと裏口に入れないんですよ。はあ、どうしよう。確か外の受付の近くで落としたみたいなんだけどな。それ私がなくした紋章見つけてくれたんですね。ありがとうございます。マネージャー、模証は探し出したじゃないですか。そういう問題じゃないんだよ。あれほどあの模証は大事だと言っただろう、君。しかも似たようなミスを今まで何度もしているじゃないか。あ？そうですか。わかりましたよ。こんな仕事こっちからやめてやりますよ。おい！たく、最近の若いやつは。あ、さっき模証を探してくれた人ですね。ありがとうございました。何やら上司と揉めていたようだが。見てたんですか。実は喪章をなくしたことがバレちゃいまして、減給とか処分されそうだったんでこっちから辞めちゃいました。そうか。もともとこの仕事私に向いてませんでしたし、あのマネージャームカつくやつだし、ちょうどよかったですよ。せっかく探してもらった喪章ですけど、さっきゴミ箱に捨てちゃいました。もう私には関係ないですから。じゃあ私はこれで帰ります。
葬儀関係者が。そろそろ葬儀が始まるから準備してくれ。ちょっと顔を貸してもらおうかい。関西の5代目近江連合の本部長寺田をバックに、錦山さんはずっと独立の算段してたんです。近江連合正面から堂々とはの道島の桐生。なぜ近江連合が俺を頼まれたんや。あんたの元兄弟に錦山の組長さんから写真の男を捕まえろってな。錦か。なんや、堂島の竜言うてもこの程度かい。シンジ、実は今ここに来る前に襲われた。え？近江連合の奴にだ。どうも錦が指示してるらしい。まさか。だって錦のおじきは俺にはそんなこと一言も。お前も用心しろ。分かったな。はい、とにかく風間のおやすさんのところへ。おやさんはこちらです。兄貴、ついてきてください。葬式って言ってもみんな心の中じゃ何考えてるか。何せ東条会の三代目が死んだんです。跡目が誰になるのか、殺したのは誰か、どいつもこいつも腹の探り合いですよ。それに
兄貴、こっちです。そういえば最近は葬式あげるのも一苦労だって上の人間が愚痴ってました。兄貴が勤めに行ってる10年間で法律が厳しくなったんですよ。おかげで仇との付き合いも難しくなって、今時組葬なんてどこの葬儀屋もビビって受けたがりません。まあそんなご時世でこれだけ。この部屋でしばらくお待ちください。今風間のおやっさんを呼んできます。カズマ、おやっさん、10年だ。俺はお前に何もしてやれなかった。全部俺がやったことです。おやっさんは何も変わらねえな。お前だけは。おやっさん、何があったんすか。登場会は。それに錦は。あったのか、あいつに。いえ、あいつはあの10年前の事件からすっかり変わっちまったんだ。妹にお前、弓を亡くしたあいつはこの世界でのし上がるために手段を選ばなかった。俺はあいつが鬼になるのを止めてやれなかったんだ。おやっさん、もう一つお前に伝えなきゃならんことがある。弓のことだ。ええ、行方不明って。それなんだが、弓は。おやすか、風間のおじき、てめえ、お前桐生なんやお前。
堂島の兄の次は風間か。何考えとんじゃ島の。おお、お前ら絶対に生きて返すんやないで。王女せいやキリュウ。カズマ、逃げろ。カズマ、弓を100億を頼む。行け。
Yeah!
Thank you.
大変で キリュー、覚悟せや。
てめえ、もう一回言ってみろ。こんな定例会意味ないって言ったんですよ。なんだと？お前と話すくらいならバスへのキャバクラでブサイクな女とダベってる方がよっぽど有意義なんだよ。てめえ、もう一遍言ってみろ。組長さんよ、ここらで一つはっきりさせときたいんだがな。俺らは風間の親父に言われたから仕方なくてめえについてるだけなんだよ。何？風間の親父から俺のしのぎがどんだけ太い稼ぎか聞かされてねえわけじゃねえだろ。そいつが俺の格ってやつだ。ならそれなりに扱われねえとな。あの桐生ならまだしも、おめえみてえな
幹部に尻尾振るしか脳のね青二さんに指図されるなんてまっぴらごめんだ。こっちは勝手にやらせてもらうぜ。てめえまだ話は終わってねえぞ。黙って見てな。しのぎのお手本ってやつ見せてやるからよ。